はいどうも、皆さんこんにちは。えー、スナックワールドジャラステジャラステメンバーズがですね、えっ、ー、と、3月24日で、えっ、ー、とー、もう入れなくなってしまったんですけど、えっ、ー、と、最後にですね、ジャラステメンバーズで、えっ、ー、と、今までね、集めたカードとともに、ジャラステをね、振り返ってみたいと思いますので、今回よろしくお願いします。最終的にね、アバターのレベルは89。ゴールドまでね、行きました。あ、一応ブラックもあるんだけど、まだ使ってないんだよな。うん、っていう感じです。 はい、そしたらね、見ていきましょう。えーとね、1段はね、全然やってなくて、9枚。9枚だから、ジョニー・ホネカワとか、スコーピオン、イエティまああんまりね、ないね。ケセラン・パサラン、そしてキャンドール、こんなもんかな。で、キノコか。これは多分ね、1段は、多分、 スキャンスキップした時に見えたぐらいかなほとんどやってないからねマーマンって感じでうん1段はこんな感じまだ、あ、やってなかったな最初だからきっとメデューサとかねクラーケンとかだったと思うよねはいそしたらね2段はこんな感じ27枚2段はミミックねいいねミミック3ターン目に発動必ず先行ということでこれすごい 死神戦で使いました <laughs> 懐かしいのーマーメイドクローンギャンドウマウンテンゴリラねえこの辺まあちょっとプチレアたちはざっと流してレアも流してちょっと使ったのをねあの見ていきましょう リッチこれね、これなんだっけコロコロコミックスタンプかなリッチ、サイコロプス、これスタンプかなスタンプラリーかなんだろうナイトメア。最初弱かったからこの辺のグレートレア使ったな。シルフさんも。デビルズボーイ、デビルボーイ、デビルスターボーイは出なかったかなそしてマスクメロン、スーパーグレートレアね。これね、シークレット初ゲットもマスクメロンだったかなで、レドラね。 これね、最初弱くてね、十ななんか5回、5、6回戦ったかな。周りに人がいないのを見てね。うわーってやって。昔はね、筐体がね、一つの筐体でボス管理だったからね。このメンバーズじゃなかったからね。で、初めてのシークレットがマスクメロン覚醒か。いや、懐かしいなーこれが2段か。うん、そしたら3段だね。3段は、 もう突っ張りプリンだよね。突っ張りプリンは死神戦で活躍してくれました。3ターン目に発動。ダチは俺が守る。すべての攻撃を1人で受ける。これもやっく使ったなーあーいや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 アニメもね、この頃すごい盛り上がってて、うん、毎週楽しみに。今の、妖怪ウォッチシャドウサイドみたいにね、毎週楽しみにしてましたね。 いやー、懐かしいなマスクメロン。リッチオ。狼オ男。これよく使いましたね。1ン目、260アップ。本当はね、男さん覚醒がね、最後までゲットできなかったね。あれ、かなり使えるのにね。モゴー隊長ね。3ターン目に発動。自分の攻撃に連続2回ヒット。これね、スナックもね、同じだよね。強かったね。うーん、そして、二刀流ね。 チーム全員の攻撃80アップこれもよく使いました二刀流よく使ったな全員80アップだからね攻撃スナックもね最後そうだったねこれねスーパーグレートレアだからスキル変わるのがね G でね悲しかったかな <laughs> そう G になってね悲しかったのがねスキルが弱くなったんだよね明治もよく使った1ターン目に発動このターンコンボがつながるたび必殺ゲージが1個プラスコンボの本ね これ必殺見たい時にね、マヨネーズのスナックと一緒に明治をよく使ってました。そしてビネガーの時に出てきたメデューサかなメデューサ。そしてゴルゴン。ね。メデューサ、ゴルゴン、ビネガーってね、こう早すぎてもう最悪だな、ゲロゲロって感じだったんだけど、本当ね、この時にビネガー倒すのにいくら使ったかわからないっていうぐらい弱かったんだけど、ビネガー初登場でしたね。そしてフェニックス。これもね、ヒットポイント高くて大変だったね。 後ろにね、並んでる子とね、なんか一緒にやったりしてね、削ったけど後ろの子が倒してくれたみたいな、そんな、でもこのリカバリーめっちゃ使ったよ。100回以上使ったんじゃないかな。うん、精錬姉妹、早いなっていうことでね。精錬姉妹。そして、アシラが登場しましたね。アシラフルボイスでね、あの、ジャラをセットするのだとか、なんかね、忍者マン、アシュラ。 かなりね強いかったんでこの当時はダークナイフ使って頑張ったかなレドラーとドラゴンブラザーズね3体と一緒に4体で登場してうんかなりね楽しかったねこの頃確かなんだっけこの時金の瓶さんとかドラゴンナイト瓶さんともらえるやつがやってたような気がするなうんメローラの引き換券あった時だったかと思うんだよねまあ先進アシュラの時だったかもしんないけど うん、であとチャップ・イズ・デンジャラス・ソードこれねチャップ覚醒2段目ルーレットが全て100っていうねこれ嬉しいよねそしてマヨネーハリセン・ソードこれもめちゃ使ったななんかマヨネのハリセンすごい好きだったからね <laughs> という感じでペペロもねねーパンパン師匠パンパン師匠結局最後までスーパーグレートレア出なかったんだっけな G で出たんだっけなということで3段こんな感じでしたね はいそしたら4段もね118枚でかなりやり込んだねまあ実際によく使ったのはまあこの辺はちょっとカットしてうーんでもすごいねみんな持ってるって感じあミミック復刻したんだよねミミック3ター目絶対先行サプライズこれ死神戦で使ったねいやめっちゃ埋まってるなあ 埋まってる埋まってる。ウンディーネさん。明治ね。よく使った。いや、めっちゃ埋まってるなあかなりやったね。これね。<laughs> この頃だっけなあ、あこ、こ、このから,からね。ダークエルフ、ダークドラゴンが出てきたね。うん。そしてサーベルタイガー。これ何回もやったね。この頃に、 アメージね。この頃からか自分の ID になったの。あれは違うかまだ先だっけ忘れちゃったね。スタンプはね、昔グレートレアがね、スキル持ちをもらえたんだよね。だから、正直ね、スキル持ちの方が嬉しいからね、スーパーグレートレアより。だからね、G で変えちゃったのちょっと申し訳、もう、ちょっと間違いではないかなって思うよね。うん。そして、ヴァンパイア。 ヴァンパイアね、ついに出ましたよね。男さんとマーロン家をね、の組み合わせよく使いました。そしてね、ヴァンパイアのスキルがこれ、私のターンですということで、一段目に発動。一段目絶対先行ということでね、これはめちゃめちゃ使った人多かったんじゃないですかね。ちょうどね、私の動画も、えっと、この時にチャップカットインとかね、フレンドカットインが始まった時なんだよね。そんで、 私の動画の今まで、今の動画の全ての中でもね、一番再生数が多いのが、このチャップカットインが来たバンパイア戦。これがね、一番再生数が多くて、10万以上再生数ありました。で、あの頃はね、プレイしてる時も、周りに人だかりができてね <laughs>、うちの少年が困惑しながらやってた懐かしいなって感じなのでね、あの頃は人気あったな <laughs> まあ、アニメがね、ちょうど、 いい時期だだったと思うんだよねね確かねうんでビネガーもついにねゲットできるようになってうんスキルがね全員の素早さ100ダウンってことでねビネガーはかなりレベル30を超えてきましたねビネガー来てねそしてデュラハンこちらもねスキルがすごい強くて2ターン目発動2ターン目連続2回ヒットね2頭の構えこれもね 強かったんだけどそれを上回るスキルが先進アシュラが出てきてまあこれもねえー、っとドラ,ゴンナイドラゴンブラザーズ連れてきてんだけどスキルがねそう2ターン目に発動だけど連続3回ヒットでねデュラハンデュラハンがこれでお払い箱になってしまいましたね <laughs> そしてねドラゴンブラザーズもねまた復刻して ブルドがねここでようやくゲットできたって感じだったかななんかグリゴンとレドラはね毎回ゲットできるんだけどブルドはねいつもなんか縁があんまなかったなって感じだなこの後もね出てきたけどねそしてビネゲレスも出てきましたねうんビネゲレスが32になったねうんそしてねこっからチャレンジタワー始まりますねクラーケンちょうどねまだ始まった頃クラーケンとかやったことがあんまなかったんで うん、やってたんだけどね。動画には撮ってなくてね。で、クラーゲンね、ゲットできたから嬉しかったな。ヒットポイント700。ねえ、32だと950ヒットポイント。すげえ。そしてスーパーグレートレアだけどね。ドラゴンナイトチャップも登場します。これがめちゃめちゃ落ちましたね。そしてビンさんと、これはめちゃめちゃ落ちなかったっすね。<laughs> そしてピノキオもついに出てきたね。懐かしいな。メローヒ姫来たーってね。 そして男さんはゲットできなかったけど、ケンさん、フランケンはね、ゲットできました。これでね、マーロン家、やれたりしたな。バーニングリフォンはね、うーん、なんかメンバーズ限定だったかな。午前中限定だったっけな。メンバーズ限定は福だるまか。そしてチャレンジタワー始まったんで、えっと、そのチャレンジタワーのシークレットがね、シークレット来たーっ,つって来ましたね。で、キノコがね、これが2回ヒット。3ターン目に、全員、 が2回ヒットということで、これ最強のスキルじゃないかなということで。懐かしいね。マイケルもなんか3枚ぐらい持ってんな。こんな感じかなおー、まだあった。そう、これチャップがね、スーパーグレッドレア。じゃね、レジェンドチャップがついに登場したんだな。レジェンドチャップっていうか、レジェンドカードのチャップだね。エヴァージェーン、まだスキルがこの時なかったな。で、あと100円でもらえたチャップだっけこれはそれとも配ってくれたチャップかな ちょっとどっちか忘れちゃったなそしてねモーリーファンタジー限定のシンデレラ隊長うん4段はこんな感じかうんそしたら5段いきます5段は98枚やっぱり埋まってるねえー、っと5段は変革期ですよねまあプチレアたちはいつものごとくまあちょっと飛ばしてってうーんキャンドー うんミノタオルス、トマホーク、この辺のスーパーグレートレアたちがグレートレアになった。持ってなかったバーバリーもようやくゲットと。金のゴーレムとかなあの辺ゲットできなかったらね、バーバリーとかなトリュフ、シカバネキノコ、コカトリス、鎖鎌トマホーク、パトローラーね、この辺スーパーグレートレアだね。うん。 いや、ゲット率高いな。そしてそう。このスカードンによって歴史が変わってしまった。<laughs> スカードンからね、めちゃめちゃボスが強くなったんだよね。そして、一発でやられるようになってしまって、うちの少年がね、ここで心が折れたんだよね。うん。その折れた心を癒してくれたのが、いや、あとそう、冷凍イカも強かったんだよね、かなり。そこ,こからね、ボスが急激に強くなるんだよね。 あと、あと何のタイミングだっけ精霊姉妹の時だっけあのー、今まではね、機械ごとだったのが、えデュラハンの時か、あのー、ユーザー ID ごとに変わったんだよね。あの、ボスと戦えるのがね。だから昔はレベル5としか戦えなかったのに、えっ、ー、と、兄弟、あ、メンバーごとになったんだよね。そしてデオハルコンさんはこれはビニガーと同じスキルだったな。うん、ワープ GG さん。 そして、うちの少年が大好きだったフェニックスと、スザクが出てきてくれて、まあスザクが特に出てきてほしいってずっと言ってたアンケートにも書いてたんでね。これが嬉しくて、またちょっと復帰したんだけど、やっぱりね、この時のスザクとフェニックスが強くてね。<laughs> でもレベル5なんか特に目も当てられない強さだったんだね。<laughs> そう、だからまた心折れちゃったんだけど、リカバリーが嬉しかった。この スザックがね、決定的だったなだからね、デミグラス、うん、デミグラスもね、嬉しかったけど、やっぱあれだよね。ちょっとね、精錬姉妹。これチャレンジタワーだね。そしてビネガーもチャレンジタワー。32、34まで来ましたね。うん、そしてこれがめ、これが一番使ったかな、この2つが。 チャップ・ウィズ・シャークランス2ターン目絶対先行そしてビンさんとはね3ターン目連続3回ヒットこいつらは頑張ってくれたわうーんねえあお、支店長覚醒支店長覚醒もなかなか強かった早かったな素早さがでシンデレラさんペペロモーリー・ファンタジーペペ,ペロンかなでシークレットがミノタオルスでボルカノコング そしてマスクメロンで、グリフォン、これが嬉しかったな、グリフォン覚醒。2ターン目3回ヒット。これはすげえ嬉しかった。って感じかな、5段。まあね、5段で終わってもよかったかもしれないね。<laughs> うーん、はい。まだ死神さんゲットしないですね。はい、そしたらこっからね、えっ、ー、と、G になります。G1 段は76枚ですね。ちょっとね、 あのー、もう少年と一緒にあんまりやらなくなっちゃったんでね、本当にやる量が減っちゃいましたね。突っ張りプリンが復帰したのに、スキル変わっちゃったということでね、<laughs> こ,ねこの辺もちょっとちぐはぐだよねって感じだよね、スキルがねー、ダチは絶対守るだったらいいのにねー。ということで、スキルがね、なんか、うーんまあ、ぶっちゃけていまいちだったなー、新しいスキルたちなー。 でカードの他のレベルがた高くなっちゃったからね、こういう弱いのが本当に使えなくなっちゃったのと、明治もね、スキルが見事に変えられちゃったね。まあみんな変わったんだけどね。うん。3ターン目発動のスキルってかなり難しい。あ、1ターン目テンションマックスのスキルってこれいいなと思ったよね。これに強いのがついてほしいなって思ったぐらいかな。いいスキルだなと思ったの。 一 1> 1ン目にそう、だからメローラのパンツと同じ効果でね。うん。二刀流もね、変わっちゃったからね。あの強かったスキルが。うん、ウィッチが全員の素早さが100ダウン。これがね、レジェンドぐらいのスキルだね。うーん、三ン目のスキルとか難しいんだよな。はい、グリホンが出てきて、 うんなんかスーパーグートレアもねちょっとカードがねなんか豪華さがあるよねそしてそうメデューサゴルゴンからまた始まってねなんかこの子最初はねスキルゲットできたんだよねメデューサもそうだけどゴルゴンもねだこっから後半からね全然ゲットができなくなりましたそしてビニガーがまた登場36まで来ましたねそしてバンパイアがね素敵なスキルが ちょっと持ってないけど変わっちゃってそしてビニゲレス38位きましたねビニガーも負けずに38きたはずって感じかなうーんこの頃ねゴールデンチャップとねあとその前のあれか5段でレジェンドチャップがねあのメローラのパンツ機械券でもらえたよねこれこれすごかったねドラゴンナイトゴールドチャップは ヒットポイント75%以下で攻撃300%アップだから攻撃3倍アップなんだよねだからダメージが2000とか3000とかすごかったよねうんつかめレアフューチャーこれもなこれもボス戦でそのボス以外にもねこういうレジェンドが出るようになりましたねそしてチャップ覚醒これは一緒だったな金のゴーレムそうだ金のゴーレムゲットできたんだ これが G1 段かなるほどキノコ覚醒これもなぜか変わっちゃったスキルが最強のスキル変えるってどういうことっていうねうーんという G1 弾でしたねはいで G2 段です G2 段は44枚ごめんなさいって感じだねもうこの頃はうーんなんか本当に あんまりやらなくなってきちゃったないやーカードがやっぱな弱点はやっぱり新しいね。ポケモンとかと違った新しい妖怪やポケモンがね。モンスターがね。でも狼男うれしかったなこれ。新しいのがね。全然なかったからね。だらスナックワールドはね。新しいアニメがまた始まるのを期待したいかな オカミ男ダークドラゴンここからね、スキルが複数持つスキルがね、来たよね。そう、だからボスも全然持ってない。アシュラ。そう。ああ、そうだ。アシュラが一旦目絶対先行だったそう、前のバンパイア。そうだよね。アシュラいいのに、なんかすっかり忘れてたな。で、レドラね。うん。で、この間にも多分いろんなボスが出てるんだけど、うん、多分ゲットできないな。アシュラがね、 もう全然ボスゲットできたよね <laughs>。いや、このデオハルコン様がめちゃめちゃ強かったな <laughs> 信じらんないくらい強かったな、これ。これ、レベル2とか3でもめちゃめちゃ強かったよ。そしてついにレベル40がね、来ましたね。そしてフェニックスね。スキル変わっちゃったんだよね、確か <laughs>。いやー見せれない。全然カードがゲットしない。 そうこれゴールデン・ビーンさんとゲットできなかったんだよな。これはね、ゲットしたね。これはヘブンズ・リリー・ブレードね。ヘブンズ・リリー・ブレードは確かね、あのレジェンドだよね。そしてケンさんはゲットできたけど、男さんダメだったな。これが2段か。ふむふむあ。あ二2段といえばそういえばクローンもあるけど、 そうなんです。あ、2段じゃなかった。じゃあ、次3段です。はい、そしたら最後、G3 段です。G3 段はね、今も稼働してます。で、25枚か。<laughs> もうね、ごめんなさいという感じです。ただね、G3 段では歴史的快挙を達成しますよ。うん。ゾンビグマ、ベビーナイト、マウンテンゴリラ。だボスゲット全然してないから、ボスのとこ来ても。 でもグリフォンはねちゃんとゲットしたんだよね両方とも短目発動グリフォンがねデミとグラスに、ま、あのやられちゃったのが未だに信じられないけど最後アニメで復活したからねやられちゃったんだろうねモゴ隊長バーバリーグリフォン狼男ボスがないあスカードンだスカードン肉キ気深いスカードン <laughs> 最後のレジェンドゲットはスカード,ン,スカードンだったかいやーもうないねこの辺ねいっぱいボスが出てるんだけどなしということですねゴブさんがいてただね最後にトマホークこれシークレットだね最後に来るよ来ましたそう死神さんです しかもスキル持ちだよね。昔だったら超価値高かったと思うけど。いやー、歴史的快挙だったけど、まあでもこれがね、最後成し遂げて,てね、かなり気分的にはスッキリなんだけどね。レベル33ということで、今最後デミグラスがレベル42かなということなんで、うーん、かなり <laughs>、死神,神さんも強くしとけよって思ったけど、まあでもね、ほんとゲットできて、よかったです。G3 弾のカードですね。 っていう感じかな、うん、はいという感じでねカード振り返ってみました皆さんどうだったですかねじゃらせてね楽しみましたよねうん <laughs> 十分楽しんだカード一覧をね今回見ていきながらえっ、ー、と振り返ってみましたまたねアニメがね始まったりしたらまた盛り上がってくると思うんでねまたアニメが再開して新しいモンスターが出てまたじゃらせテがね復活する ま今まだやってるけどね、じゃあラステメンバーズがね復活するぐらいのねあの復活を遂げてくれたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日は楽しく振り返させていただきました。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、皆さんのね、思い出のカードとかね、もしありましたらどんどんコメントしたりしてください。それではまたお会いしましょう。